うちは螺鈿ですから結局その貝の良さをいかに見せるかというところと、天然のものですからやっぱりその光ですね、その光をいかに生かすか、いかにその貝の存在感を出すかというところが一番なんか難しいと思ってます。手作りですからね、そんなにたくさん生産できるわけでもないですし、やっぱり確実にやっぱりいい技術を残しながら現代の生活の中で楽しんでもらえるというものを目指して、それでやっていけばいいのかなと。